こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。8月中旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も関東地方、東京暑かったんですけどね、40度近い、関東全体に目を向ければ40度近い暑さの地域もあったりしてですね、日傘とかね、サングラスとか、いろいろ活用しつつなんとか乗り切ろうっていう感じですけれども、そういう暑い日は外にずっといると危険だなと思いながら、すぐ地下に逃げたり建物に逃げたりしてますけど、でもそんな中屋外で仕事されてる人もいると思うので、それは大変なことだろうなと思ってるんですけれども、私の場合リモートワーク不可能な仕事で、基本的には東京のいろんなところにあるスタジオをあっち行ったりこっち行ったりしてる日々なんですけれども、とはいえ室内にずっといなきゃいけない仕事なので、そういう面では、こういう暑い時期は、楽なのかななんて思うんですけれどもね。ただ移動とかでね、外を歩くと、その帰ってきても暑さがこう体にこもる感じっていうかね、これは結構体に負担かかってるんだななんて思うんですけれども、さて8月中旬というとお盆の時期でもあるので、例年であれば帰省ラッシュの時期だと思うんですけれども、皆さんはどうお過ごしになっていますでしょうか。周り等々どうしてるんですかね。私の場合で言うと、本当実家にこの間帰ったのが、2019年のお正月になるのかなっていう感じで、あの1月に顔を出して以来、帰ってないなという感じで、祖父母の家等々も含めて訪ねたいところはあるんですけれどもね、コロナの、感染拡大の状況を考えると、いつ、そういう行動していいのか適切なのかっていうのがね、測りかねるなっていう感じで、こう自分も向こうも訪ねる先も、例えばみんなワクチン打ってて2回完了してて、で2回打った後から適切な、ワクチンの種類によって違うんですかね、適切な期間経っていれば、OK、 そんで、体調も問題なければ、訪問してみたりしていいのかとかで、行ったとて、そこからじゃあみんなでガヤガヤしたとこ出かけようとか、開けた飲食店に行こうとかしなければいいのかとか、人が多いとこ避けたりね、で家を訪ねてその室内だけで完結すればいいのかなとか、いろいろ考えるんですけれどもね。だってこれでもダメだとすると、じゃあ次の決断のタイミングというか行動を変えるタイミングっていつになるんだろうなって思って、だからインフルエンザでいうところのタミフル的な特効薬みたいなものが登場しないと、ワクチンの次ってないんじゃないのかなとか思ったりして、どう判断すべきなのか、不要不急というものを自分で判断していいものなのかなっていうところが迷ってるところですね。あと最近ニュースで気になったのが、自分の仕事の、業界に関わりがあるっていうので気になったんですけど、アニメ制作会社ゴーハンズっていう会社が、キングレコードっていう会社に対して訴訟を起こしたっていうニュース、これ気になりましたね。報道によれば、テレビアニメ東京バビロン2021っていう作品が計画されていて、ただその制作中にキャラクターデザインが、他のところからこう持ってきたんじゃないかと、似てるんじゃないか、パクったんじゃないかっていうことを指摘されて、でデザインのミスがあったと、でそういう騒動の数ヶ月後に制作中止が発表されたっていう流れがあって、でただその裏側では、13話もう納品済みだったと、でそれに加えてその先の話数も作業を始めていたのに、費用の支払いが足りていないぞということで、訴えが起こされたっていうことで、だから気になったのは、そういうどういう内幕だったのかなっていうのは知らないんですけど、全然13話、その声の仕事、声優の立場からすると13話納品したってことは、それが完成していたということならば、当然アフレコも済んでいたでしょうから、それはちょっとしんどいなと思って、ワンクール分取って何にもなりませんでしたっていうのは、その気持ちをどうすりゃいいのってやつなので、で次その先の話数も計画していて作業始まっていたというならば、
まあ、どの程度アフレコが進んでいたのか知らないけど、先のスケジュールも抑えられていた可能性濃厚だと思うし、なんでこんなこと起こるんだろうなっていうのが知りたいなと思って、それが気になったニュースですね。まあ、経過を見守りたいと思いますけれども、まあいろいろなことが起こる世の中ですけれども、今週末からはちょうど今頃ヨーロッパでは、ヨーロッパサッカーのリーグ戦の方がシーズンスタートするので、観客入れる入れないっていうのもまあどうなってるのかも注目ですし、この間はあのオリンピックサッカーがね、盛り上がりましたけれども、オリンピックに関してはもちろんその試合、各試合いろいろ見て思うところはありますけれども、まあもちろんメダル取れて結果出るに越したことはないんでしょうか。世界が、メダルを狙って、本気で、じゃあ23歳以下、今回に関しては24歳以下ですかの選手よりすぐりでもう全力でメンバー集めましたっていう国が全てではないので、まあメダル取れなくてもそんなにもうその各個人の、キャリアはこの先続きますからってこう吉田選手もインタビューとかで、おっしゃってましたけれども、怪我がなければいいなと、それしか思ってなかったですね。その先の長い選手たちばっかりですから、しかもみんな将来有望な、キャリアが望める選手たちばかりだったので、怪我がなければいいだろうと、メダル取れなくても、そんな感じですね。本番はワールドカップですから、予定通り行けば2022カタールワールドカップが冬にあるので、ここでどうやって勝つかっていう方が重要だと思います。ただまあスペイン戦メキシコ戦見るとですね、最高成績ワールドカップにおけるベスト16を超えるところに行くっていうのはなかなか思い描くのが難しいというか、大変困難な道っぽいなっていうのが改めて浮き彫りになったというか、第一線級のワールドクラスの選手たちとぶつかって上行かないと、この間のベルギー戦もそうですけど、彼らの上を行かないともうベスト16まで行くと、そしてその上もっと先への優勝っていうのはあれくらいのレベルの国を倒さないと進めないわけですから、なかなか困難な道だろうなと改めて思いました。ということで、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。さあ、いつもはコーナーをお届けするお時間ですけれども、今日はここで特別ゲストというか、この方のご登場です。はい、どうもプロデューサーの藤田です。内山さん、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。日付で言うと、はい、明日が誕生日、8月16日、1990年、はい、31歳。31歳か、ありがとうございます。おめでとうございます。どうですか31歳。何の考えもないですね。なさそうですね。30歳、30代はやっぱりなんか、はい、特に大きく変わるわけじゃないけど、あ、30代かっていう謎の思いがあったんですけれども、31ともなるともう31アイスクリームしか思い浮かばないですね。ダジャレじゃないですか。何の面白みもない。いやいやいや、内田さん31歳の頃はもう会社やってました？エクステンドは会社はまだやってなかったです。やってないですか？でもあれですね、やっぱ30歳の時に始めた番組が、結構その後いろいろ影響して会社やることになったんで、じゃあ節目ではあったんですね。節目だと思いますね。なんか、なるほど、まあまあまあ、そんな話はさておきですね、はい、今夜は誕生日記念として、はい、こちらの企画をお届けします。マイクアーム争奪音声機材クイズ。マイクアーム争奪音声機材クイズだって？はい、説明しましょうか。説明しよう。内山さんは、はい、リモート収録を重ねていくうちに、今日もリモート収録、はい、番組スタッフも知らない間にどんどん自宅の機材環境を充実させ、いや知らないってことはないだろう。機材に関する知識を深めてきましたが、その結果今どれだけ機材に詳しくなっているのか、クイズ形式でチェックしたいと思いますと、はい、
見事クイズに成功すると、誕生日プレゼントとして、以前から内山さんが欲しいと言っていた、はい、マイクアームを番組から差し上げます。欲しいって言われるのはちょっと尺に触りますけどもまあその音を録音するっていうことに前より詳しくなったことは確かで、はい、まあだからリモート収録ってまあ、やってってもこう問題をしらみつぶしに消していく作業だったんですよね、うんうん、なんかこういう音質上げたいとか、あこういうノイズ消したいとか、なんか問題を見つけてって、じゃあそれを、なしにするにはあこういうソフト使うぞとか、こういう機材使うよとか、こうやって撮るよとかっていう、なんかちょこ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 毎週、ブラッシュアップしていくっていう感じな作業を繰り返していったら、知らないうちに高みにたどり着いていったというか、もうだから本当最近は次の領域に踏み込む瀬戸際でね、コンプレッサーとかリミッターだとか、もうプロとかそういうプロを志す人のね機材とかに興味っていうか、知識としての興味はね、はい、ディレクターの横川さんにはそれはこっちの仕事だから大丈夫ってこの間言われましたけどねそうですね僕もそうだと思いますけど、まあ、ちなみに今回、はい、マイクアームをですねご用意したんですけども、マイクアームってリスナーの人分かりますかね。ですね、なんて説明すればいいんだろう。電気スタンドみたいな感じ。ああ、電気スタンドいい例えだ。だからテーブルとかにくくりつけて、で、うん、その先っぽの方にマイクをくっつけて、こう場所も動かせたり、角度も変えられたり、高さも変えられたりっていうみたいな。うん、そんな感じです。うん。で、数あるマイクアームのうちですね、はい。今回、その横川 D ともですね、はい、ちょっとご相談して、はい。ブルーマイクロフォンズというメーカーの、まあ、ブルーはもうね名作たくさん作ってる、あそうなんですか、メーカーですね、有名です、プロも使う、そちらのコンパスっていう商品を、まあ、ブルーだったら大丈夫でしょう。今日はこのマイクアームをかけてクイズを行っていきます。はい、今からクイズにまつわるクイズを5問出題します。機材か分かるかなこれ、このうち3問正解すれば、うん、マイクアームを差し上げますということなんで、はい、頑張ります。なので、まあ、2問は間違っても大丈夫、はい、というわけで早速いきたいと思うんですが、はい、意気込み的なものありますでしょうか。意気込み、まあ、マイクアームあったらこう手元がね、すっきりするのでまた違う景色が見えてやりやすくなるんじゃないのかなと思いますので、うんうん、ぜひぜひ頑張ります。頑張ってください。はい、それではマイクアーム争奪音声機材クイズ第1問。レコーディングの現場で使用されているマイクは、うん、その動作原理から動作原理ダイナミックマイク、はいはいはい、コンデンサーマイクの2種類に分けることはできますが、うん、知ってる、丸、一般的にナレーションの収録に適したようなどっち。ナレーションダイナミックマイクとコンデンサーマイク。いやちょっとレベル設定低すぎるんじゃないかな。あ本当ですか。あそんな上げます、ハードル。あちなみにちょっともう一回言ってくださいダイナミックマイクとダイナミックマイクとコンデンサーマイク、コンデンサーマイク、どっちがナレーションの収録に適しているか。ナレーションね、はい、はい、正解はコンデンサーマイクです。正解です。すごい、これはちょっと緩すぎるな。緩すぎましたか。だってまあ僕らが仕事で使ってるマイクがだいたいまあ9割9分コンデンサーマイクですから、はいはいはい、はい、うん、イベントとかでね、うん、こう手で握って使うのは、ダイナミックマイクですけど、はい、あそうなんですよ、うん、さすが。まあでもこれリモートを始める前の自分だったら分かんなかったかもしれないからね、やってから知ったことかも、うん、コンデンサーマイクはファンタム電源が必要でとか、すごい、扱いが難しいのがコンデンサーマイクで、うんうんうん、だからその卓録する人とかでも、まあ、音質っていう面ではコンデンサーマイクを丁寧に使った方が取り音綺麗になるんですけれども、あえてラフな音を取りたいとか、シンプルに扱いたい、単純に扱える方がいいっていう人はダイナミックマイクをあえて使って録音したり、うんうん、仮のレコーディングしたりっていう人は多いと、雑誌で読みました。
一応なんかリスナー向けに解説言おうと思ったんですけど、もう全部今お話いただきました。今言いましたか。めっちゃ勉強しますね。勉強っていうか、なんだろうね、その人って環境に適応していくんだなってことよね。いやいや、自然に入ってくる。勉強しなきゃとかっていうの、語学勉強するのってなかなか進まないじゃん。確かに。でもそのここにで3ヶ月働けとかさ、半年何が何でもここで適応して働かないと生活続いていかないってなったら、語学も覚えるよね絶対。なるほど。っていうことが自分に今起きてると思う。いやもうすごいですね。ああ。素晴らしい。じゃあちょっと問題、ちょっと難しいかもしれませんよ。いやちょっと1問目あれだとな、ちょっともうちょっと刺激が欲しいですね。じゃあじゃあちょっと頑張ります。はい。では次の問題に行きましょう。はい。第2問。音声機材の定番メーカー、ノイマン、うん、AKG、うん、シュア、うん、ゼンハイザー、うん、ソニー、うん、この中で最も歴史が古い企業はどれ？うわ、なんかいきなりレベル上がってない？ノイマン。ノイマン。AKG はなんかアーカーゲーっていうのがあるんですね。ドイツだったかな。アーカーゲー。で、シュア。シュア。ゼンハイザー。ゼンハイザー。ソニー。5つ。いや、これわかんないだろう。ソニーいつできたんだ？戦後？わからん。5択というか、そうですね。5つの中のどれか。いや、わかんねえ。これ。だってこの会社だけ連想ゲームで言っても、うんうん、メーカーとしては全部ご存知ですか？はいはい、例えばノイマンはそのアフレコスタジオにあるマイクは大体ノイマンですね、うん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 、87って呼ばれるようなやつ、赤ゲームのマイク使ってるスタジオもあるかな、うんまあ、ヘッドホンとかでも有名ですよね。そうですね。シュアは今使ってるイヤホンがシュアですね、うんうん、ゼンハイザーはヘッドホン去年買いましたね。おうん、ソニーはまあね、ソニー、うん、ソニーですね、うん、どこが一番古いかなって分かんないな。歴史が古い。そうソニー、あーなんかノイマンな感じする。ノイマンかソニーだと思うんだよな。ノイマンかソニー、うん、はい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 、シュア、ゼンハイザー、いやゼンハイザー、シュアは結構新しいかな。案外ソニー、ソニーにかけます。ソニー、うん、ソニーは音以外もやってるから、だからなんか一番古いんじゃないのかなと。なるほど。正解は、うん、シュアでした。うわ、一番最初に外したやつ。これちなみに、うんまあ、バッと紹介しますと、はい、シュアが1925年。うん、うわー、古い。ノイマンが1928年。ゼンハイザーが1945年。ソニーが1946年。あ、戦後。アーカーゲーが1947年。はあ、ちょっと問題考えた甲斐がありましたよ。はい、俺はやられましたね。やられましたか。うん、じゃあ次の問題にいきましょうか。はい、マイクアーム争奪音声機材クイズ第3問。アカデミー賞には映画に貢献した重要な技術者に贈られるアカデミー科学技術賞というものがありますが、はい、では次のうちマイクでこの賞を受賞したことがあるのはどのメーカー？マイクで受賞したメーカー、3択です。はい、1、シュア。またシュア？ 2、ゼンハイザー。またゼンハイザー？ 3、ノイマン。まあね、有名メーカーですから、老舗の。アカデミー、映画のアカデミー？そうです、映画のアカデミー賞です。アカデミーの科学技術賞？科学技術賞。をマイクメーカーとして受賞？そうなんです、メーカーで。最近ですか、それ？1987年です。いや、俺の生まれる前だ。そもそも、表彰されたマイク自体は1975年に発売されたマイクなんだそうです。75年発売のマイクが受賞。
でしょ。で、まあ要はそこから何年か経って映画の音声収録の定番になっていったそうです。あ、じゃあ撮影現場で使われそうなマイクってことか。そうですね。となると、うん、いやどれだ撮影現場あの長細いあのマイクはゼンハイザーかな、いやシュアかな、いやあーいやーあーゼンハイザー。正解です。よし来ましたね。さすが。来ましたね。すごいですね。ねえ、ゼンハイザーでした。よっしゃ。こちらのショットガンマイクロフォン MKH816 っていうそうです。名機があったんだ。80年代に生まれた。 あ、75年。75年ですね。うんうんうん。ああ、なるほど。あの音声さんが持ってこうカメラのそのフレームに映らないようにして持ってるやつね。そうですね。あれか。あれで表彰されたんだ。あれで表彰されました。ゼンハイザー博士が。ゼンハイザー博士が。はい。はあ、ゼンハイザーさんすごいな。お、すごい。よし。はい。じゃあ、これで2問正解ということなんで、はい、あと1問正解するとゲット。はい、まあ、とにかくやりましょう。やりましょう。はい。じゃあ、続いての問題です。はい。第4問。録音の現場で、通称で呼ばれるマイクがいくつかあります。ニックネームがあるマイク。ニックネームで呼ばれる。うん。次のうち実際に存在するマイクのニックネームはどれ？うわ、プロっぽい問題きたな。3択です。はい。1キリン。キリン。2クジラ。クジラ。3キノコ。キノコ。この中に実在するマイクのニックネームを答えてください。キリン、クジラ、キノコ。いや、これ動物動物っていうか、まあ、生物生物ってきて最後植物っていうのが一番怪しいよね。そういうキノコ、キノコでしょ。クイズ作った人に言いたいよね、こうだとしたら。心理戦みたいなやめてほしい。でもクイズさ、極める人ってそういうとこも読むでしょ、多分。まあ、分からない、ね、自分の知識が、どうにもならないぞってなったら。確かに。この、マイクはどこで使われるマイクなんですか？レコーディングスタジオ、うん、ライブハウスを中心に放送局、ラジオ局などでよく使われるダイナミックマイクだそうです。ダイナミックマイク。ダイナミックマイクでレコーディング、放送局、ダイナミックマイクか。でもダイナミックマイクだったら、あ、でもなぁ、キリン、クジ、わかんないな。まあでも、キノコかな。キノコ、はい、多分ですけど、形がなんかこう、風貌を被せるとキノコに見えるってことじゃないかな。うん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 、不正解です。え、やられた。これ正解ですね。クジラって言うんです。これ全然知らない。ゼンハイザー MD421。MD421。わかんなかった。これクジラっていうそうですよ。形がクジラっぽいの？そういう、そうです。さっきダイナミックマイクって言ったんですけど、その形からクジラと呼ばれてるそうです。はい、へぇー。やべえな、これ。そうなんですよ。知らなかった。ショック受けてます？いやいやいや、まあ、しょうがないですよ。しょうがないです。ああ、じゃあ。別に。いいでしょ、知らなくて。これで今、2問正解の2問不正解ということで。ああ、最後まで来ましたね、じゃあ。最後まで来ましたね。はい。じゃあ、最後の問題です。はい。文化放送社内のスタジオでは、はい、ノイマンとゼンハイザー、はい、2つのメーカーのマイクが使われていますが、はい、この2つのうち、高いのはどっちでしょう？ノイマンとゼンハイザー2つあって高いのは、ちなみに1スターがノイマン、1スターはい、でよくワンクール収録してる9スターはゼンハイザー、あの離れ小島みたいな、
あ、そうです、そうです、そうです。花子島。サークル活動かなみたいなスタジオ、ね。そうです、サークル活動の方です。サークル活動は違う違う違う。サークル活動はゼンハイザーなの。サークル活動のスタジオ、サークル活動と呼ばれているスタジオの、はゼンハイザーです。あれは安いだろう。どっちだ。だからノイマンが高いです。正解でーす。まあ、やっぱりな。サークル活動してきた甲斐があったわ。いやー、さすが。はい。内山さんいつも安い方を使っていただいております。安いよ。悲しい。僻地に追いやられ。僻地に追いやられてですね。誰にも会わず。誰にも会わず。はい。取っていましたからね。安かったんだな、あれ。というわけで。はい。3問正解しましたので。やったー。アームスタンドの方は無事ゲットと。ありがとうございます。ということで。送らせていただきたいと。いや、1問目の段階ではね、全問正解いけるかなと思ったんですけど、そこから普通に難しい問題が出てきちゃって勉強になりました。いや、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、もうちょっと鍛錬を積んでね、はい、また全問正解目指しますんで、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後に31歳の抱負的なものをいただいてもいいですか。はい、まあとにかく、これからはまあね、文化放送のスタジオを超えるクオリティをね目指してまた頑張っていきたいなと。文化放送を乗り越えてゼンハイザーの安いマイクよりいいものをねお届けしていきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。はい、以上マイクアーム争奪音声機材クイズでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は誕生日ということで特別企画で、音声機材クイズお届けしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、思ったより難しかったですね。なかなか全問正解とはいきませんでしたけれども、まだまだ勉強が必要だなと思いました。まあ見事マイクアームの方をゲットしたので、それを使って今度どんな録音ができるのか楽しみです。ぜひぜひ活用していこうと思います。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜夜に更新しています。最新の更新記事は、夏の美味しい食べ物についてエッセイを書いてお送りしています。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。